あなたの心にパープル&ゴゴゴゴールド。どうも、クゾーです。はい、皆さんこんばんは、クゾーでございます。ちょっと慣れてないんですけどね、顔出し2回目なんですけど、フルで顔出し動画っていうのは初めてなんで、ちょっとご了承ください。で、まあ背景ぐらいに思ってください。今日何やりたいかっていうと、まあいろいろバイアウト FA 市場活発化してきましたね。トレードデッドライン終わって決まり出してる選手もいると思いますが、今ね、他にどういう選手が残っているのかとか、あとまあスター選手、元スター選手とかで、この選手もしかしたらこのチーム獲得するんじゃないかっていう情報をまとめてるっていう動画なんで、そんな感覚で皆さんお楽しみください。いつもね、下ネタの導入から入ってるんですけど、ちょっと初フル顔出し動画で慣れてないんで、ちょっとこのまま行きたいと思います。それでは行きましょう。まず最初にね、今私が撮ってるのが2月22日の17時時点での情報となっております。で、そこまでに一応決まったよっていう、次の所属先が決まった FA 選手っていう人たちをまとめておくと、こんな感じでございます。まあ、中には確定、ほぼ確定っていう選手、ラッセル・ウェストブルックなんかは一応まだ登録上はユタジャズにいるんですけど、まあクリッパーズ行きが濃厚というね形で、一応この確定の欄には載せております。他の選手はもう決まりですね。ケビン・ラブ、ヒートであったり、コーディ・ゼラ、ヒート、テレンス・ロス、サンズ、パトリック・ベバリーがブルーズ、これもほぼ確定と言われてますね。で、レジー・ジャクソンがナゲッツ、ダニー・グリーンがキャブズ、ドウェイン・デッドモンがシクサーズといったところで、すいません、漏れがあったらコメント欄の方で補足お願いします。多分この選手たちは確定ですね。そうですね、まあ他の動画とかでも話してるんで改めて言うことはないですけど、気になるのはやっぱラスがね、ハマるのかどうかっていうところであったり、ケビン・ラブ、ゼラっていうビッグマンを FA で獲得したヒートが、まあじゃあ果たしてそれで戦えるのかっていうところ。ダニーグリーンとかもね、リクトさんも動画で出してたけど、ちょっと正直年を感じてしまうような感じなんで、まあそれでスモールフォワード問題解決するのかっていうところですね。皆さんもこのすでに決まったよってほぼ確定の選手たちについての意見もお待ちしております。で、次がまだバイアウトされてないんだけど、おそらくバイアウト濃厚じゃないかっていう選手たちがこちらでございます。ナーレンズ・ノエル、デリック・ローズ、ウィル・バートン、トニー・ブラッドリーは先ほどのニュースで一応パトリック・ベバリーを獲得するためのロスタースポットを開けるためにウェイブされたというニュースが流れてきました。まあほぼ確定というか、こちらはもうバイアウトされるんじゃないっていう感じですね。で、この4選手ですね、まだ一応所属チームにはいるんですけど、まあ、ローズなんかもね、ローテーション外になっているので、一応優勝したいっていう思いを胸にバイアウト受け入れた上でチーム変えるんじゃないかなって思ってます。デリック・ローズね、皆さんどこに行けばいいと思いますか？ベバリーを獲得した時点でブルーズはおそらくないでしょうね。一番噂されてたのはトレードなんですけど、バックスが取るんじゃないかって噂がありましたが、そこもどうなのかっていう、ロスタースポットをね、開けなきゃいけないんで、それこそヒートなんかもウェストブルックとかベバリーを狙っていたんで、ここにローズに手を出してくる可能性もありますね。皆さんはどこに行くと思いますか？あとね、ノエルなんかもね、バイアウトにおそらく出てくると言われてる選手の中ではかなり有料物件、ディフェンスの得意なセンターっていうところで注目です。バートンもおそらくウィザーズからはバイアウトされるでしょう。スコアリングタイプのシューティングガードなんで、引き取り手があるかどうかって言われるとちょっと微妙かもしれないんですけど、スコアリングを求めているタイプのチームにはもしかしたら需要があるんじゃないでしょうか。トニー・ブラッドリーはね、どうでしょうかね、センターとして使えるには使えるんですけど、欲しがるチームが正直あるかどうかわからないという感じです。で、お次がですね、濃厚ではないんですけど、もしかしたらバイアウトされんじゃねっていう選手がゴーラン・ドラギッチとジョージ・ヒルですね。ドラギッチに関してはベバリー獲得のためにウェイブバイアウトされるんじゃないかって言われてたんですけど、トニー・ブラッドリーがされたっていうところで、一応もうバイアウトするメリットはなくなりましたんで、出るかもしれないし出ないかもしれないって感じ。ジョージ・ヒルもね、ペイサーズで残るのか残らないのか、優勝したいんだったらまた優勝できるチームに行くかもしれないというところで、ここ注目だと思います。後で説明するんですけど、他の FA 市場のポイントガードが今回不作なんですよ。まあ、もちろんね、バイアウトマーケットの時点で有力選手っていうのはそこまでいないんですけど、ポイントガードが不足なんで、ジョージ・ヒルはもしかしたら需要があるんじゃないですかね、バイアウトされる場合は。はい、こっからなんですけど、元ね、有力スター選手たちの行く末も気になってるんじゃないですか。皆さん、これはまあ一応メインなんで、これぜひ見てほしいんですけど、まずこの選手ですね、カーメロ・アンソニー。カーメロね、どうなるんでしょうかね。今シーズンのオフの最初の方からね、セルティックスに行くんじゃないか、ナゲッツに戻るんじゃないか散々言われておりましたが、まあ今の今まで決まってないし、海外リーグに行くっていうような動きも見せていないので、もしかしたら、まあ僕なんかはブレイザーズとかに行ったらいいんじゃないかなとか、ネッツなんかもいい気するんですけどね。ネッツ今スコアリングタイプの選手が少ないので、
一応需要のある選手ではあるかなと思っております。ディフェンスができないんで本当に5分10分ないくらい出てもらって点を取ってもらいたいっていうチームはもしかしたら現れるんじゃないでしょうか。続いてデマーカス・カズンズですね。カズンズどうなるんやろうね。まあこの選手もねディフェンスができないんで多分ナーレンズ・ノエルさっき言った選手の下ぐらいの需要の選手じゃないですかね。やっぱディフェンスプレーオフで鍛えたいんでわざわざスコアリングタイプのカズンズディフェンスができないセンターっていうのを取るチーム、まあ、僕はもしかしたらないんじゃないかなと予想します。カズンズは今年 NBA に残れる選手ではないのかなと思ってしまいます。でお次はこちらですね。台湾リーグで無双してるドワイト・ハワードです。なんかまあこれ画像バーンって貼っときますけど台湾でこんな感じのスタッツ残しててなんかウィルト・チェンバレンやみたいな感じになっていますが、いやーでも厳しいんじゃないですかね。一応台湾リーグに所属してるとはいえ NBA に戻ってこれるような契約を結んでるという噂があるので、もしまあディフェンスないしハワードのリバウンド力を求めているチームがあれば契約可能性あるんですけど、やはり年ですよ。なので僕もハワードは NBA 返り咲きっていうのはないかと思ってます。でお次はケンバウォーカーですね。ケンバウォーカー今年マブスと1月2月あたりかな契約した上契約延長がなかったというところで切られてしまったんですけど、そうですね、ケンバウォーカーもスコアリングタイプのちっちゃいガードですね。相当身長が低いため僕もないかなと思います。正直元有力スター選手とはいえマブスで一回試してみた上でダメだったっていう実績が残ってしまったので、僕はケンバウォーカーこのまま今シーズン誰も取るチームはないかなとは思ってしまいます。最後こちらですね、ジョン・ウォールっていうところ、ウェストブルックの代わりに出されてしまった選手です。一応ロケッツにトレードされた上でもうバイアウトされてしまったんですかね。はい、居場所がなくなってしまって、でクリッパーズ、元いたクリッパーズウェストブルックが代わりに入ってくる。めちゃめちゃかわいそうだよね、マジお笑いだよね。ロケッツでそもそもスタメンじゃねえと出ねえよって言って出ない、で結果クリッパーズに来てみて俺をねディフェンスできるやつはもうチームの3番手4番手ぐらいの選手がディフェンスしなきゃいけねえぞみたいなこと意気がってついぞクリッパーズに残れなくなっちゃって、代わりに入ってきたウェストブルックなんかもね、もともとトレードロケッツとウィザーズ J でトレードされた選手かつ同じくバイアウトされて彼はミニマムでクリッパーズに残ることができた。相当苦しいっすよねこの状況だ。ジョン・ウォールクリッパーズでもやっぱシュート力に疑問視がされていたので、今のポイントガードただゲームメイクができるスピードがあるドライブができるっていうだけだとなかなか取ってくるチーム存在しないですし、そもそもクリッパーズからポイントガードが不足してるチームから見限られたっていう時点で僕は次の所属先結構厳しいかなと思います。まあ予想をするとしたらやはりヒートがねベバリーであったりラスを狙っていたところもあるので、ヒートもう一人ロスタースポットを開けるっていう意思があるんだったらヒートに行く可能性はもしかしたらあるかもしれないです。はい、こっからなんですけど、スター選手とは言えないまでもそこそこいいロールプレイヤーたち FA 市場こういう選手がいるのっていうのをご紹介したいと思います。こちらでございます。まずセンターからですね、サージバカ先日バイアウトの報道がバックスから出ました。でバックス自体がすいません、さっき載せてなかったんですけどマイヤーズレナードを取ったんで、一応知らない人のために言っておくと2年前にちょっとユダヤ系の方の差別用語を使ってしまってリーグから入れなくなっちゃったけど、やっぱり2年の時を経ていろんな奉仕活動とかして許されてバックスに来たってことで、そもそも2年間のブランクがある選手レナードを取ってまでサージバカがいらなくなったっていうところを踏まえると、正直サージバカももう能力的には結構厳しいんじゃないか、前世紀のブロックランキングに上がるほどの選手ではもうないので、ちょっとイバカあたりもどうでしょうかね。センター本当にノエル、カズンズ、その下あたりの選手になってしまいますかね。まあオルドリッチとかフェイバーズもねいい選手ではあるんで、まあオルドリッチはもっとスター選手じゃないかって声もありますけど、フェイバーズはワンチャンあるんじゃないでしょうかね。スモールセンターができる選手の、まあ別にそこまで大きな怪我をしたわけでもないので、デリック・フェイバーズであって、まあトリスタン・トンプソンもディフェンス型ではあるので、まあこういうオルドリッチ、サージバカっていうちょっともう動けないセンターよりかはまだ年の若いフェイバーズ、トリトンの方は居場所があるかもしれませんね。最近流行りのスモールセンターができる選手なので、もしかしたら取ってくるチームあるかもしれません。でお次はウィング選手ですね。パワーフォワード、スモールフォワード、シューティングガード系の選手なんです。どうだろうね、スタンリー・ジョンソンあたりかな。去年僕はレイカーズファンだったんでね、レイカーズで見てましたけど、ディフェンスは問題ないです。すごいハーデンとか守れるレベルなんで問題ないんですけど、やっぱシュート、スリーポイントが打てないんで、まあシュートが打てなくても一応ウィングがやっぱ強いチームが今上位チームはウィングが強いんで抑えたいよっていう目的で、本当に 3,4 分も出す目的でスタンリー・ジョンソン取るチームがあるかもしれないっていうところ。で他は微妙っすね。ソロモン・ヒルはまあ一応ロールかなり汚れ仕事はできるんで重要あるかもしれないし、エリック・パスカルなんかね得点型の選手なんで、まあパスカルはちょっと厳しい。トニー・スネル、ジェレミー・ラム、ベイズマー、シューター系の選手もいますが、まあここ
近年ねなかなかミニマムでチームを転々としてる選手なんで、あまあここら辺ぐらいかなっていう感じですね。で最後ポイントガードですね。トレイバークだったりレイジョンロード、オーガスティンといったね結構不作なんですよ。さっきも言ったんですけど、まあ、ジョン・ウォールですら生き残れるかわからない状態なのに、このレベルの選手たちが次の契約もらえるかってやると微妙じゃないですかね。オーガスティンなんかシュートも上手くてポイントガードゲームメイクもできる選手なんですけど、やっぱ身長も低いですし、もう今35歳の年齢なんで、まあどうですかねっていうところ。レイジョン・ロードもそうですね、年もそうなんで、まあ経験を欲してるチームがあるかどうかってところです。なんでトレイバークあたりもまだちょっと30代ぐらいなんでいけるんですけど、今ポイントガードがそこまでリーグで不足してる状態ではないんで、ちょっとこの選手たちも厳しいんじゃないかなと僕は思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回は全くふざけずにね、初めてじゃない、2回目か、顔出ししてみて、でちょっと今背景とかも適当なんですけど、これもう少しで引っ越すんで、ちゃんとライブ配信するとき用におしゃれな NBA の背景に変えたいと思ってますんで、今回はこれで許してください。はい、というわけで皆さん本日もお聞きいただきありがとうございました。ちょっと今ね晴れトークの編集とかにも追われてるんで、ちょっと編集適当だと思うんですけど、ご了承ください。それではまたお会いしましょう。さよならっす。